ワイ巨人ファンさすがにそろそろ辛くなる。せめてバントやめてくれんかな。まともな采配なら今余裕で首位やと思うやが。違うのかね、送りバントしかしないよな。でも初球ポップ上げたらブチ切れるんでしょ。投手起用がうまいからええわ。これだけの低打率打線なのに勝率5割で A クラス、何が不満やねん。阪神以外が1位なら追いつけるような気がするから心穏やかなんやがな。監督が仕事してるのを実感するためにバントはやめられません。監督変わるまでドジャースの応援でもして耐えろ。後ろが小林中山なのに門脇にバントさせてたの、ほんと笑える。いや、やっぱ笑えないわ。好き嫌いが異常に激しすぎる。戦力抜きに監督として地蔵パンダと多動うなぎ、どっちがええんや。阿部の方がマシ。阿部なんじんやめろ。監督の域に達してない。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。